CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷聡平です。本日の神谷聡平が聞くも、前回に引き続き、田中武之さんにお越しいただいてます。田中さん、よろしくお願いします。お願いします。10月26日に、こちらの本を出されたんですね。経験ベストセラーさんから出された本について、はい、まあ前回も、はい、あのご意見をお聞きしたんですけれども。はい、もうこれ2章ありましてね。1章と2章。2> はい、で後半が一、はい、部、2部か。2>, はい、2部の方が 北朝鮮の金王朝というものがどういうふうにできたのかということを書かれているということなんで全部聞いちゃうとね、本読む楽しみなくなるので概要を実はこの番組でもですね、実はまだちょっと流してないんですけど佐藤守さんもですね、北朝鮮の書かれているので佐藤守さんにも実は北朝鮮の解説を聞いていて僕も聞けば聞くほど自分の認識がちょっと浅かキム・ジョンが日本人だったって。 キム・ジョイルかキム・ジョイルが日本人だそうそうそう。でまあねあのあのそれでまあタイトルがねショッキングなあれなんで <laughs> 聞いていくのもちょっと正解じゃないんですけど、<笑><笑>まあでも北朝鮮であなんか結構僕らがメディアとかで見てるのとは、うん、実際違う国なんだなという認識はできてたきたんですよ、ね。そうですね。はい。田中さんはまああのどういったこと視点でこれ書かれたんですか。うん、結局その元々ね、はい、やっぱり北朝鮮という国ができたのは、はい、あれですね日韓併合に。 基づいて日韓併合があったから、はい、ということを書いてるんですね。はい、日韓併合がなければ別にね、日本の一部にならなかったわけだから戦争、ね、やってね、はい、負けたところ日本が負けたところで南北に分断されなかったし、ね、はい、やはりずっと。 あの北朝鮮がまあ民族独,あの独立団やれ統一案って言ってるのはやっぱり日韓併合の時代に遡って、はい、あの論じていかなければわ、はい、かんないなという、うん、そういうことで私は日韓併合について考えてったんですね日韓合法を併合にすり替えてったという話を散々私この番組のにしてますがもともと一新会というのがあって日本と韓国と連,連邦を作って、はい、大韓帝国ですよね、うん、連邦を作ってロシアの 侵略を防ごうという構想があって、はい、日韓合憲運動って起きたわけですけども、うんはい、それやったらまあ東悪東の流れを引く、はい、一進化の李容級という人ですけども、あ、はい、と国流海の千田良平とか一緒にやってやってきたんですが、うんはい、結局日韓が日本の政府は日韓合憲じゃなく、はい、日韓併合したかった。はい、日韓合憲運動を利用しながら日韓併合すり替えていった歴史があるわけですよね。はい、で日韓合憲はもともと一進化の李容級たちは日韓合憲ない例えば 満州までも合法して連邦を作るんだという構想が大構想があってそこでやはりその日韓併合を前に満州と朝鮮,朝鮮との国境の白頭山のところに財団を作って移民して連邦でやっていきましょうという、はいはい、ユートピア計画があったんですね、はい、それで大量の人が向こうに移民したんですよね。はい、だけど日韓併合をすり替わっってしまったんで、はい 同じような東博との流れで孫、はい、平基としてやってる、うん、天道教という方に、まあ、転向していったというか、はい、まあもともと母体が人ですからね、うん、考えて再エンチ独立運動とかあコン日パルジダンなんかやっていったという歴史があるんですけ、ね、ど、はい、だからいわゆるその婚日パルジダンの歴史というのは、はい、いわゆるその共産主義の あのゲリラじゃなくて、はい、東悪党の流れを引く、はい、元日本と韓国との大韓帝国と連邦を作ろうとした一神界の残党たちがやってきた戦いだったんですねそのことを私は書いてるんです、ねはい、ですから今北朝鮮というのはその東悪党の流れを引く、はい、天道教西雄党というのは、はい、朝鮮労働党以外の衛、まあ、政党ですけども、うん、一応存在が認められてもともと非常に東悪党の影響が強い国なんですね、はいうん、だから民族主義的な あの傾向が強いし、はい、社会主義だけでは論じられない部分ってあるんですよね。だから皆さん朝鮮労働党の一党独裁と思ってるんですが確か一党独裁なんですが、はい、そういう天道教政友党という、はい、東惑党の関係者の,、うん、あの政党が根、ね、強いということも理解しなきゃいけないし、うん、実は北朝鮮の軍部や、はい、朝鮮労働党の中にも東惑党の信者というものは、はい、かなり多くいるわけですよね。うん あの本当に私その話もね田中さんに出会うまでちゃんと知らなくてですね、ええ、あのあなるほどと思って今ちょっと北朝鮮のことなんか見てるんですけど、うん、まあ東学党、まあ私ちょっと世界ちゃったんでなんとなく知ってますけど東学党って一体どういうものなのかっていうのはちょっともう少し教えて、うん、です東学党というのは、はい、いわゆる西洋の侵略に抵抗するために、はい、東洋の独特で考えたら、はい、儒教は仏教。 それから朝鮮の教ですか。その3つを合わせて最最軍という人が始めた当時の新興宗教運動だったんですね。だから当時の李朝って非常に腐敗してて人民を苦しめたんで李朝政治に終止符を打っていわゆるそのもっと近代的な解明的な国家を作ろうということでやっていった運動なんですがまあ維新運動みたいな部分だったんですね。それで日本に亡命して弾圧されてそれから親日派になっていくわけなんですが。 それで日本の人たちと組んでねそういう今おっしゃったような構想が出来上がっていたんだけれども、ねうん、結局日本がまあねもう合法じゃなくて合法っていうう。のはままだから一緒に作りましょう連邦ですね。よそれが,があの併合にしてしまったんで、うん、まあ民族の誇りを傷つけちゃったということを、ね、全く、まあ、傷つけたってこともそうだし税、はい、だったことが押しつけになってしまったしね、はい、いわゆる国家じゃなくして日本の一部にしたんですね、はい、植民地でもないんですよ。うん だから私は散々言ってるのは日本人にしてしまったんだったら、はい、日本人が同じ日本人としてしまったものに対して責任をね、はい、同じ日本人としていいい。かななきゃいけないとうそういう視点は本当田中さんと会うまでなかったですね。だって終戦の日まで日本ですよ。終戦するかしないかの皇族会議にも、うん、朝鮮の李雲殿下呼ばれてるわけですよ。はい で,特攻隊でもなくなってるわけですよ、はいでで。日本人の名前にして日本人と一緒に特攻隊で死んでった人もたくさんいるわけだってね、はい、じゃあ明日からじゃあねあ,あなたはあの別の国の人になったんだって割り切れないと思いますよね。でそれもアメリカとソ連が勝手に国作ってるわけですから、はい、独立国家でんでもないですよ。まあ、韓国も北朝鮮も北朝鮮はソビエトがなくなったから、はい、まあ中途半端独立した状態だけども、はい、韓国なんか独立国家じゃないですよ。 まあ、それと日本もそうなっちゃうんですよね。日本もそうですよ。<laughs> はい、だから、私はこの本の中でポツダム国家と言って。す。ああ、ポツダム国家ね。まあ、ポツダム体制の中で作り上げられた。うん、いわゆる、あの、国ですよ。はい。日本の戦後の日本もそうですよ。うん、ポツダム国家ですよ。はい。そうですね。うん、はい。だから、まあ、ね。あの、でも、そういう朝鮮半島の、そういうことをも、歴史を紐解いて見ておき。と。まあ、今まさに答えおっしゃいましたけれども。まあ、我が国のね。その、こ、あの、今の現状。というものもそうです、ね。 振り返ざるを得ない,というようになりますね,すね。だからコンジパル時代はみんなすでにリーダーたちはキムイルソンという名前を名乗ったんですね。うんうん、キムイルソンというのは一人じゃなくて何人もいて独立運動の指導者のいわゆる名前なんですね。だから例えばあのー、バンドタマサブローが何人もいるようなもんでね、はい <laughs> うん、襲名をしているわけですね。だから要するにソビエットはキムイルソンという名前を使って、はいあのー、ソビエトの情報証拠だったキム、うん、あの青、ー、中という人にキムイルソン名乗らせたわけですよね。はい だけどキム・セヒョウがあのー、キム・ウィルソンを演じ切らなければ、うん、民主に殺されるわけです。二千問題としてね。うん、だからキム・ウィルソンになんなきゃいけない。はい、だからどうしても本当の意味でキム・ウィルソンを演じなきゃいけないからだからこそやはり演じ切ったわけです、うん、だから息子のキム・ジョイルにしても今のキム・ジョンウにしてもキム・ウィルソンを演じなきゃいけないわけですよ。終末、うん、していくわけです。はい、だからそれが例えばね歌舞伎役者って襲名してと、はいうん、んでもなければ仙台よりでもね、はい、ダメだったらそんなものは。 干されてしまう。うすね。ねうん、ですから、今の金ム、あの、ジョン体制にしても。やっぱり、あの、民族独立運動の。うん、いわゆる神話としての、はい、キム、イルソンを演じ続けるっていうところに、いっぱい、あの、強硬な。姿勢があるわけですよね。うん、そうしなきゃ、キム、あの、王朝というものが、うん、そういう戦慄する意味がないんです。はい。まあ、今、そんな北朝鮮。はい。うん、あの。 ね、皆さん、そういうことすら多分知らないという方がほとんどだと思いますけどこれ第2部、読んだらそういうことが書いてあると、ええでまあ、そういう今、北朝鮮が、うん、まあミサイル撃ちまくってるわけじゃないですか、ええ、これからのこ,う、まあ、これ本当はちとは違関係ないですけど、ええ、北朝鮮どういうふうに展開していくと田中さんは見,見ら,れますおそらくですね。はい トランプが中中国国行ってますすよよ。ね。はい、で中国との関係は悪いですよ、はい、だから要するに中国にしてもロシアにしてもあそこは国、ね、紛争地帯になってしまって、はい、核で抑れされてしまっても困るし難民がたくさん出ても困るわけですよね。はい、で中国軍は人民解放軍は今その満戦国境あたりの軍司令官をみんな朝鮮族に取り替えてますよ。はい、幹部もみんなあの将校たちの大佐とか、はい、そういう人たちもみんな朝鮮族ですよ。うん ですからおそらくアメリカが来る前に中国がが出ててくる可能性がありまますすよよね。ね、はい。うん、私その本にも書い特にやっぱり親中派というものは粛清されてパイプがなくなっている状況ですから、うん、軍事的なオプションというものはアメリカが先に中国が出てくる可能性もあるしなるほどロシア軍が今現に北朝鮮の中に入ってるると言われてるわけですよ。2万、うん、7000ぐらいかな。はい、それが北朝鮮がを守るという形になってはいるんだけども、はい、北朝鮮が跳ね上がってくると逆に。 あのロシアの特殊部隊がクリミリアを占領してみたいな形になってくる可能性もありますよね、うん、もう逆に北朝鮮を支援するといって入ってるロシア軍が、はい、いつの間にか北朝鮮を占領してる占領軍に変わる可能性もありますよね、うん、なるほど。まあ、でもそうなると北朝鮮もまあロシアと事とを構えるのは当然嫌でしょうし、ええ、それはないオプションとしてないなと。うん、で中国とアメリカだったら、うん、どっちの方が北朝鮮からするとマシなんですかね 両方増しじゃないでしょ。増しじゃないと。だから逆に中国はトランプが来た時に国賓以上の待遇で持て出すということは北朝鮮に対するプロパガンダですよ。政治圧力ですよ。米中見蜜月だということを見せつけてやるわけですよね。両方的に回してるということを北朝鮮に見せてるわけですよ。なるほど。僕だったら日本を頼りますね。あの拉致被害者は何人かですね返してですね。 あのそれ日本を仲立ちにしてアメリカとの交渉、うん。そうしてくれればいいんでしょうけどね。はい、お,そおそらく北朝鮮はロシアででしょうね。ロロシシアアすか。っていうのはクリミア問題でアメリカが制裁を受けてるし、はい、ある面では北朝鮮をロシアはその対アメリカのカードとして使ってる部分があるわけですよ要するに強権を誰が勝ってるかというね。強権の飼い主になってる部分が で日本はアメリカに追従してしまってね、うん、安倍さんがあんな態度をしてしまえばね、うん、それは北朝鮮にを頼りたくてもな、ねうん、なくなっちゃいますよ。でも安倍さんからしてみたらですね、うん、まあミサイルじゃなくて代わりに拉致被害者を返してくれればですね、うん、やっぱりもう強硬な姿勢も取りにくいし、うん、ある意味もし今取り返すとなったらですよ、うん、安倍政権一気に支持率上がるじゃないですか、うん、うんだからそういう政治的なオプションもありかなと。うん 僕はね、あまあ、当然戦争なんかなってほしくないですし紛、うん、争も来てほしくないので、うん、そ,それが一つあり得るかなと思って。それは理想でしょうけどね。うん、安倍政権は果たしてね、うん、これだけアメリカのそれこそ北朝鮮の言葉じゃなく追随してる、はい、勢力になってる中でね、うん、果たしてそこまで大きい舵を、はい、決断として切れるのかどうかですよね。うん、アメリカによって逆にがんじがらめになってるんじゃないかと。なるほど。でもも北朝鮮の方からもしそういういね、 提案があれば、うん、日本政府としては受けざるを得ないかなむしろね、アントニオ・ヌキとああいう人が言ってるわけだから、うん、ああいう人たちに対して打診があればいいですよね。だから北朝鮮に対してパイプもね、はい、非常に少ないですよ。うん、小泉さんの秘書だった飯島勲さん、はいはい、がね、はい、独自でパイプ持ってやってるとかあるとかね。はいうん や,やってるんだけども小泉さんが電撃あの、安倍さんが電撃的に北朝鮮に訪問するのは雰囲気でもないし、うん、だからアメリカに対する今度はそれをやってしまうとね、はい、じゃあアメリカと今度は日本は抵抗できるのかという部分があって私は神谷さんがおっしゃってるみたいなこと、はい、は理想だと思って私もそう願うべきですね。うんはい ただ残念ながら北朝鮮はむしろロシアの方に近づいていくという形になるでしょうね、うん、ロシアが間に入って、うん、あの話し合いをしていくということじゃないですかね。ロシアとアメリカの関係も改善していくだろうし、はい、ロシアに対する制裁解除ということもな、うん、し崩し的になっていく可能性もありますからね。ねおそらく北朝鮮は、 なるほどロシアが鍵とということですね。休憩中にもおっしゃってましたけども、えー、まあいろいろね朝鮮半島問題あって、えー、まあ日本人もいろいろあの反朝鮮半島の気持ちも高まってますけれども、えー、まあね言ってもですね地政学的に国を動かすわけにはいかないので。 ムン・ジェイン政権の活動してる私の友達言ってましたよ嫌だったら隣の家だったら引っ越すことはできるけど国同士は引っ越しかできない彼は親日派で何が悪いって言ってるわけですよ。当然親日派だっていいべきだと言ってるわけですよね。そういう人たちもいるわけですよ。そういう人たちをね一生一国に来てやれ何だか向こうの民族がどうしたこうしたってことはやっぱりね言っちゃいけないですよ。 ぜひそういう方田中さんねつながっていらっしゃるんでまたこの番組来ていただいてはいそういうねもうテレビとかでは絶対聞けないような話をねもうテレインターネットですからはいもうテレビのなんかもう北朝鮮情報とかねあの見てたらもうなんかもうなんかこういやそうでしょだいたいね出てるコメンテーターとか私はプロダクション入ってたねプロダクション入ってる人たちが出てるわけでしょどこ行ったって同じ顔じゃないですかそうそうそう出てくる人一緒ですねはい同じ話だしね。 で膝を折ってるだけだからね。機膝が折ったってじゃあ対策もないしね。どうなんだと。そう。そうでしょ。う。よっぽど例えば日本があの中立ちして朝鮮半島に新国家作る方がね。よっぽど日本の国益になるし、よっぽど改革的なことになるし、それこそ北朝鮮もね、大韓民国も終焉するんですよ。多分明治時代の人たちってそういうことをおっしゃってたんでしょうね。うん。いや本読むとそう思います。はい。 ですのでまあなかなかね今現代の人の頭でそんなこと言ったってすぐに理解できないですけど。いいで、うんうん、まあでもできるように、えー、まあいろいろ情報発信していきましょう。そうです私はこの本にはいろいろ北朝鮮の週末には書いてますね。はい。あの十月二十六日に KK ベストセラーズさんから発売されておりますので、えー、はい。ぜひ読んでいただいて。えー、<た>よろしくお願いします。はい。えー、あの田中さんの、えー、ね来年は意識改革大学の講師もしていただきますんでね。でねで最後にこの本を見てわかるようですね。これは北朝鮮の今年の切手なんですけどね。はい、トラが中国を 体力噛みついてるんですよ。<ー>これは北朝鮮のね一つの意識のなんていうんですかね現れなんですね。いかに北朝鮮が中国と悪いか。はい、朝鮮半島に潜した虎が、はい、中国大力を噛みつくんですよ。<ー>これが北朝鮮の意志ですから。なるほど。えー、それはわかりやすいす、ね。えー、もう事実ですもんね。えー、はい。ありがとうございます。はい。 もう本当に、あの田中さんはいつもですね、こう新しい視点から情報をくださるので、あの私も勉強になりますので。とんでもありません。はい、また来年の意識改革大学の講師もいました、はい。ありがとうございました。はありがとうございました。こちら